バルブルギスと、姉のアルムガルと、ヘルマントムリンクによる、家族肖像画の一部バルブルギス・フォン・リートベルクは、ドイツベスト・ファーレン地方の少量法の女子相続人、リートベルク女白。リートベルク白ハ,ハン2世とその妻アグネス・フォン、ベント・ハイムーンとシュタインフルトの間の次女として生まれた。1577年5月1日に、オスト・フリースラント白猿の三世と婚約した。 バルブルギスが21歳頃だったのに対し、縁の三世は7歳年下の14歳だった。結婚は1581年1月28日、縁の三世が17歳の誕生日を迎えた後に行われた。1584年、姉のリッペ博夫人アルムガルトの死により、リートベルク伯爵寮を相続した。第三子の長男を出産後に、日立ちの悪かったバルブルギスは、 1586年5月7日に、帝神たちを連れて、ビットムントに療養に出かけた。同月末に、エーゼンスに戻って間もなく、死去した。意外は、同市内のマグヌス教会に葬られた。彼女の死と共に、ベルルアルンスベルク家のリートベルク伯爵系統は、断絶した。バルブルギスの死因については、食事に供された。 ビールスープに毒を盛られたためだとする噂が立った。この噂をもとに、除白毒殺の権威を受けた3人の女性が拷問にかけられ、うち一人が苦し紛れに犯行を自白した。医師が除白の死因は自然死だったと証明したにもかかわらず、3人の女性は町の市場で公開家計に処せられた。夫への賛世との間に3人の死状を設けた。ありがとうございます。